かパンクっぽいポーズを撮ってみたい。放送できへんねん。今日はお集まりいただいてありがとうございます。岩崎葵です。よろしくお願いします。みんな個性が全然違う方たちなので、4人が集まるだけで面白いので笑ってしまうっていう、笑いをこらえるのが大変な現場です。佐藤浩市さんです。よろしくお願いします。どうもこんにちは、木村英一でございます。田口智郎と申します。宮城弘樹です。1日に1回ひどいカットがあったり、ひどいシーンがあるんですね。蹴られたり泣かされたり、うこぶつけられたり、そういうのを危機としてやっているので、どうかしちゃったのかなって思う時が一生懸命やってる。あんたがやらせてるんだよ。あんたがやらせてるんだよ。そうですね、壊れちゃったのかなって皆さんが歌ってるのを見た時に、あ、かっこいいって思うようになりました。誘われたらどういうお返事しますか？お断りしますどうも、僕の場合おかしいよ。ゆうすけさんとまりです。全員ノーギャラで頑張っていますヒットしたいですね。ヒットしたい、僕が。あ、大丈夫です、大丈夫宮崎葵です。少年メリケンサック、映像スタート。今アメを口の中入れてるもん。はい、うん、どういう順番で食ってたのかわからない寄り目、ここ寄り目でいいです。はい、登場なんで。分かった、 OK。 はい、ありがとうございます。ドン。あ、CD 倒してる。社長いるわけないのに。じゃあここでコーヒーネーション見つかって、ひっくり返った時にこの人に聞けはい、社長。あ、すいません、ごめんなさい。はい、左は一応かけるんだけど、ゆっくりで、はい、はい、カメラ3の2、本番。よーい、はい。なんだ、なんだ、次も見てくださいね。宮崎葵です。少年メリケンサック、映像スタート。はい、見ようか。これ今でこれやるの、ゴーヒロミさん俺かって、同い年なんですよ。で、前違うところでお仕事したことがちょこちょこっとあって、今回みたいな彼が監督する作品に出るっていうのは初めてなんだけど、思ったじゃないですか、監督してるし、ちゃんと。その前に、じゃあ聞こうかっつって、竹内力で聞こうかっつった後、パチッと開けた時に一回、やべって言ってないかと。ああ、大丈夫、大丈夫、大丈夫、はい。で、大丈夫、大丈夫っつって、2ヶ月ぐらいに、撮り直しようって。いやいや、それはない。ステップがちょっとずつありまして、どこですかって言ったら、私も会議、社長室なんて、やっぱダメだったんじゃないかって。何よりね、監督が一番楽しそうなんでね。それすごい毒のある映画なんだよ。はい、だから分かってねえんだよ。次も見てくださいね。宮崎葵です。少年メリケンサック、映像スタート。キムリーとシャベ撮りたい、アイナ、うちもシャベ撮りたい。何、青い白いタオル、そう、やってる人。あ、そうなんだ、わかる。キムリーって知らないんだけど、キムリーって非常に線が細い人だから、監督としてもし技術にこういじめじゃないけど
こう強く押される時があったら僕が助けなければならないなとか、まあ半分冗談ですよそれは。そんな真剣な顔して大きくうなずかなくてもそのままでいいです。はい、もうちょっと笑ってもらっていいですか。はい、よーい、えい、あ、OB。 これがだんだんこういうでスポーツになったんだね。こういうですか。そりゃそうよ、全てのスポーツはそういう始まりやから。はい、次も見てくださいね。宮崎葵です。少年メリケン作、映像スタート。野蛮なのか知的なのか。本を読み込んで読み込んでというよりはやっぱり勢い、もう一声とぐらいあった方がいいですよね。なめんじゃねえぞ、こっちはメジャーでやる気なんかさらさらねえんだよ。ふざけんなこの野郎、変なプスを鳴らすじゃあそれいただきます。なんてあの無学というかさ。そいつを集めるのが、あ、そう、説得するの、はい、うんこブス、うんこブス、うんこブス。うんこでブスしか出てこないよ。出てこない、危ない、出てこない。よい、えい、こっちはな、もともとメジャーでやる気なんかさらさらないんだよ。ブス、うんこブス。次も見てくださいね。宮崎葵です。少年メリケン作、映像スタート。まずその小石さんと木村さんっていう組み合わせを考えた時、なんでそうしたかって、なんか2人とも黙ってるだけで怖いとか、黙ってると怖いっていうか、顔が歌うと目が行きますよね。花があるというか、うん、ステージ映えするじゃないですか。お芝居だといろんな役やられてるから、こういう役もできるしっていう、その両方兼ねてる人って、まあいないだろうな。小室さんしかいないだろうな。気使う人ばっかりですからね。気使わない人一人入れときたいなって。多分三宅さんに一番気を使わないと思う。まあバンドの中でもそうですから、まあ気に入らない時は大体三宅さんのせいにすればいい。ちょっと どう転ぶかですごい、やっぱこれから先のことがあれなんで難しいですよね。はい、行くよ、本番。次も見てくださいね。